じゃあいきます。じゃあ第1問から1問目。 So, 次の問いにおいて下線部の発音が他の3つと異なるものをそれぞれ1から4のうちから選びなさいと。で、Generate Genius Medium Meter で、Generate ですね。どう考えても A の音、他は E の音なので Generate。 で2つ目 Basic Insurance Serious Symbol。じゃあこれはインシュアランスシュの音、他はベーシックとかシリアスシンボルっていうスの音ですね。ス他はシュ、そうインシュアランスはシュの音なんで2番目が答えで、3つ目キャッソサトタイトチャートで、これは1番目が答え。キャッソ城ですね。で T が発音されてないのでキャッソが答え、他は T は発音されます。でこの3つの問題をこう瞬殺できた理由っていうのは、コア1900またはキクタンアドバンストをやる上で発音記号で単語を覚えているからなんですね。で単語を覚える上で大事なのは音で覚えるということ、発音で覚えるということ。基本的にまずセンターに関してはライティングないのでスペリングはそこまで気にしなくても大丈夫。で基本的に音で単語を覚えるとリスニングにもつながるし、スピーキングにもつながるし、英語を英語で読むっていうような、もの、そういう能力を向上させる上でも非常に重要になってくる部分なので、音で単語を覚えていく。で単語の覚え方に関しては他の動画をアップしているのでぜひ見てください。ですので、発音記号で覚えると、このように、まず1問目の A は瞬殺できますね。じゃあ次 B、次の問いにおいて第一アクセント、の位置が他の3つと異なるもの、まあとりあえず発音してみましょう、Degree Insect Percent Success。 これは Insect だけ頭にありますよね。なので2番の答え。次 Energy Essential Photograph Relative。 So Energy Essential Photograph Relative、ね、Essential だけこの違いますよね、アクセントの位置が。なので、essential。じゃあ3つ目、continue、dynamic、encourage、hamburger。これ、hamburger だけ頭にある。なので、4番が答え。じゃあ次、問い4。accurately, architecture, historical, operator。じゃあ、historical が答えですね。じゃあ、第2問。次の問いに入るのに、最も適当なもの。入れるのに最も適当なものをそれぞれ1から4のうちから1つ選びなさい。でこの時こういう問題は文法をしっかりしていないといけない、それから単語をしっかりしていなきゃいけない、またもう一つは英語を英語で理解するっていう能力が必要になってきます。 OK ですか。じゃあそれはどういうことか、ちょっとやってみます。I understand blah 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 of our students are working part time in the evening to pay their school expenses. で、I understand the most が答えですね。The most of the most of まあ大体の blah 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 most of 何々。これは聞く英文法に載っています。で、この時に I understand most of our students are working。でこの時は、まあ、あんまり英文理解しなくても、まあ、most of が一応コロケーションとして非常にいいっていうのが聞く英文法をしっかりやっていれば分かるので答えられます。じゃ次いきます。 Of the seven people here now, one is from China, three are from the US, and from France. Okay? じゃあこれは the others が答えですね。それはまあ何でかっていうと、7人いて1人はチャイナで3人は US だと。ってことは残りの3人はもう特定されているので必ず「だ」がつかないといけなくて、しかも3人で複数なので「others」が答えになると。でこれは聞く英文法に入ってます。じゃあ問い3。 My brother blah 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 have been very popular when he was a high school student. He still gets lots of New Year's cards from his former classmates. で My brother がvery popular だと。で、when he was a high school student、 he が high school student だった時と。で、he still gets、 まだ still gets、 まだ gets しますと。じゃあ何を？ lots of New Year's cards、
New Year's cards いっぱい。で、from his former classmate、前のクラスメートから。ってことは、まあ、very popular だったに違いないっていうような、文脈になるはず。すると、must have PP、must have been very popular。つまり一番が答えだ。で、このまず文法的知識は、聞く英文法に入っています。で、今、my brother は having very popular だと、when he was っていうふうに全部こういちいち日本語に訳さないで my brother が very popular だったのようなこうルー大芝みたいなこう全て英語のままで理解してますよね。でこれは意識的にやってください。つまり popular をいちいち人気なっていうふうに訳さないで popular は popular、 もう popular は popular なんです。ポピュラーは人気なではなくてポピュラーはポピュラーだというふうに覚えてください。英語のままで理解するっていうのがスピード感を出しながら英文を読むという能力を向上させる上で絶対に必要です。